世界初登場、モモカウルコカ・コーラ。よいしょー。先日の1月22日にコカ・コーラから世界初となるピーチ味のコーラが発売されました。はい、まあ、期間限定なので飲んでみようと。なるほど、用意しました。これがそうですね。はい、そのパッケージがそれ可愛いと思うんですけど、こうね、桃がね、コカ・コーラなのにピンクなんですね。早速なんですけど、はい、飲んでもらいたいと思います。飲みましょうか。初のフレーバーですよね。果実、そうです、果実とレモンが、レモンありますね。うん、これ怖いな。来たりしないと大丈夫です。あ、でもピーチ、見た目はもう普通のコーラと変わんないですけどね、はい、匂いはピーチ、見た目は一緒です。じゃあ飲みます。はい、何でしょう、うん、コーラとピーチを半分に足して、うん、割ってで2で。でも美味しいっすね。なんか顔が美味しくなっちゃった。ちょっとね、あの疑ってる。コーラ嫌いですか？いや、コーラ嫌いじゃないですね。スキーでもない、炭酸が苦手とか。いや、ではないです。苦しそう、すごい。渋く飲んじゃうんですよ、全部ね。CM っぽくやってください。あ、CM っぽく爽やかに飲んで、あー、なるほど。ピーチとコーラを足して2で割った感じですね。これ不採用ですね。不採用。桃感はでもちゃんと出てますね。うん、ただ、うん、ただただなんですけど、じゃあ普通のコーラがいいな。で、それ、桃とコーラを足しただけだと思うので、まあ、それを超える飲み物が作れるんじゃないかと思ったので、なるほど。これからちょっとコンビニに買い出しに行って、はい、コーラと桃の飲み物を使って、それを超える飲み物を作ってみたいと思います。おお、そういう企画ですね。はい。さあ、何ですか？今買ってきたんで、はい。今急にコンビニに行ってきたら、はい、桃味の飲み物がそのカルピスの白桃味しかなかったので、いやいやいや、それと、まあ、ちょっと甘すぎたら困るのでコカ・コーラゼロを使っていや作っていきたいと思います。もっといいのあったでしょ、これ。そう、ネクターが欲しかったんですけど。そうですよね、ネクター、カルピスが混じってる時点でちょっと不成立じゃないですか。いいんですか、これで。ネクターが売ってなかったので、じゃあ作っていきたいと思います。どっちに行きます、これ。1対1ぐらいで混ぜてもらって。うん、もう色から違うじゃん。混ぜても、香りどうですか？風味はちょっとカルピスが強いっていう。見た目より味なので。見た目より味。なんだろうな、これ。あ、さっきこっちはがっつり桃だったの、こっちもカルピスになってるの。見た目何か分かった。泥水だ。泥水を飲ますんか。ちょっとカメラ見せてくれ。泥水、確かに泥水です。理科のなんか実験とかでなんか見たことある。じゃあ行きますよ、はい。カルピスとコーラがうまいように喧嘩してますね。ちょっと喧嘩しちゃってます。カルピスが強いですか、はい、そうですね。コーラ4、カルピス4、白桃2って感じですね。まずくはないですが、うん、スタッフも飲んでみたいと思います。あの、すごい桃の香りが結構遠いのにします。じゃあこっちを、こっちを、こっちを飲んでください。あ、じゃあ、はい、これですよ、これ。道連れにしようとして。いや、そりゃそうっすね。あー、なんかドリンクバーが飛んでる時を思い出します。